しまなみ海道&四国周遊2日目。昨夜は道の駅の混雑もあり、近くのホテルに宿を求めたのだったが、ホテルの作りが手抜きなのか、近くの国道、鉄道の音が深夜でも響き渡り、まともに寝られなかった二人は、当初の予定よりかなり遅い、午前9時過ぎの起床となってしまったのである。ブツブツと文句を言っても仕方がないので、まずは、すぐ近く、広島県尾道市の善光寺へと、向かうのであった。善光寺公園の展望所ですね。はい、しまなみ、まだ紅葉かな。うん、綺麗だね。いい眺めですね。うん、夜綺麗な感じだよね、きっと。そうだね。なんだろうね。いや、綺麗だな。うん、天気良くてよかった今日。じゃあお寺さん行こうかい。ああ、そうなんだ。そうだね、確かに。うん、だから下まで降りてくんじゃないの、きっと。山がまた綺麗だな。
ここ開口台から尾道の小寺十五か寺が見えます。どうぞご覧ください。どこだか分かんないようで、ちらちらお寺見えてるな。確かに、でかいのあったよ。鏡岩とかいうの。あ、ここだ。中国観音第10番。62年ぶり復元、鎖で眺望絶景の山頂へ。あー、いや無理だよ、来なくて。岩が三段重ねになってる。1、2、3って。へえ、すごい。ちょっとお参りして、善光寺、ここは下の駐車場から徒歩で、それなりの坂道を、登っていく必要があります。駐車する場所によっては、下からロープウェイも出ているようですが。私はバカなので歩きました。ごくごく最近、足を骨折したばかりだったことを、忘れています。ずっと家にこもっていて、体力が落ちたことなどは、意に介しません。途中の大きな岩にはしゃぎつつ、境内にたどり着き、御朱印をもらって、さらには、綺麗なオリジナルの御朱印帳も、買ってウハウハです。というわけで、次は因島にある、大山神社を目指して走ります。ここは、チャリダーさんの聖地のようで、自転車神社なるものもあります。御朱印も、自転車を、かたどったものもあり、合計で3種類あります。自転車旅の方はもちろん、ライダーの皆さんも行ってみてはいかがでしょうか？また、珍しいごとに、耳の神様も祀られています。そうこう言っている間に、広島県尾道市の因島、大山神社に到着です。はい、因島の大山神社です。斬新な感じですよね。そうだね。もう村上水軍の上りが立ってますね、うん、大山神社、よいしょ。境内には珍しい耳の神様、耳焼け神社って書いてあるね、うん、じゃあ手水舎を。結び大国瀬戸内七福神。なんかよく見たらお面がいっぱい置いてある。五縁五社巡りって書いてある。なんか願い、ん？願い、願い橋、叶い橋。
建築の神様でもあるんでしょ。うん？じゃあちょっと奥見てこようか。うん。つうかちょっとチャリンコ旅の人たちの、ね、車やってるところもあるじゃん。一言主神社もそうだったでしょ、うんうん、チャリンコの神様、うん、あ、車もやってくれるんだね、うん、まあね、チャリンコの聖地ですからね、ここは、うん。ああ、俺よく耳ほじりすぎて痛めるから、せっかくだからお参りしてこよう。耳ほじりすぎませんようにって。ああ、やっぱ難聴が治りますようにって。ああ、そっか。巻き貝みたいなのが備えられてる。うん、形に似てるっちゃ似てるっていうか。ほら、そこにも。いっぱいある。耳の神社ってあんまり聞かないよね、うん、あ、これで耳子神社って読むんだ、うん、耳子さんと親しまれた、耳の神様として全国からお参りがあると、うん、耳を明るくして人の言うことを聞くと徳があり、開運や情報の神様としても信仰されると、うん、ああ、あなたもね、俺の話よく聞こえるようになるんじゃないの。へえ。近かったらね、ちょっとお参りすると思うと、なんか面白い匂いが。耳明けさん、あ、耳子さんか。と唱えながら、社の柱を握り拳でトントンと叩き、お願いする。へえ。へえ。つうかほら、貝殻がよく見たら貝殻超いっぱいある。うん。あれ、こっちもなんかあるよ。よみがえる村上海賊の記憶、釣島箱崎浦見張り台。あ、見張り台なんだ。へえ。
あ、よく見えるわ。はあ、確かに見張り台は、うん、見張り台になるわこれ。さっきが鳥が、へえ。前あったってことなのかな。じゃないの？それで作り直したか、うん、かつてあった場所なんじゃないですか。いいとこに住んでらっしゃいますね。次は、早くも本日の宿のすぐそばまで移動します。湯気島に渡りますが、カーフェリーを利用します。大型の長距離フェリーとは、違い、地元密着のフェリーです。大型フェリーとは勝手が、全く違います。乗船券も、いわゆる鉄道駅の切符購入方式だったり、乗船する際にも、何の誘導もありません。電車の乗り降りを車でやる感じです。ひとしきり下車する車を、待ち、いなくなったら乗船する感じです。先頭車両だったらきっとテンパっていました。湯気島を出る際に使ったのは、また、別のフェリーでしたが、やはり小型のカーフェリーで、しかも、上下船方法が全く、違い、翌日にまた、テンパることになるとは、この段階では思いもしませんでした。皆さんはぜひ、確認の上でご利用されることを、お勧めします。よいしょ、うん、ん？鳳凰ヶ原。静かな海だな。湖見て。静かだな、本当に。波が全然静か。油断してるとね、うん、ドブワー、綺麗だな。
開いたねこれ。神社行ってみようか。狛犬さんがまたなんか色が砂っぽい感じの。お賽銭やるとこないからここに置いていこうかな。せっかくだからちゃんとお参りはしておこう。島ですなぁ。なんかドラマの舞台とかになりそうだよね。ひょっとしたらどっかのプロデューサーが俺のこの動画を見て、あーっつって、湯気島だ、ここはいいんじゃないか。海の色がよく見るとちょっと向こう違う。ちょっと黒っぽくなって、ちょっと濃い。いや、緑色っぽくなってる、あるラインから潮の流れが違うのかな。ちょっと今陸奥湾をちょっとダブった、今。
日の宿に到着です。